みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回は、ギターの先生になるためにはどうしたらいいか、ギター講師になるためにはどうしたらいいか、そんな話をずっとさせていただいておりまして、1本目の動画では30分くらいかけて、その心得というか、その心構えみたいなお話をさせていただきました。で、2本目の動画はもうちょっと具体的にこんなふうに考えていくんだよ、こんなふうにやるんだよ、なんていう話をさせていただきました。そして、この3本目の動画では、事前に Twitter でいただいた質問に答えたりとか、僕がよく考えているその個人的な意見についてお話をさせていただこうかなと思いますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。とりあえず、6時間ぐらい喋りっぱなしなので、ちょっと喉がしんどくなってまいりましたね。何気にこういう YouTube の動画とかって、めちゃめちゃ撮り直しをしているんですよ。めちゃめちゃ NG テイクを出してですね、めちゃめちゃ撮り直しをしているんです。で、今回の動画は、なんかすごいこのね、一本一本が長いので、最後の方でこう NG を出すとですね、その全部やり直しかみたいな感じでですね、すごいこの、6時間は言い過ぎかな。でも5時間ちょ、6時間やってんな。6時間やってますね。6時間やってます。ちょっと喉がもうおかしくなってきましたね。なんで、そろそろもうこの3本目の動画に関してはもう、もう NG テイクを出さずに一発で終わらせようかなと思いますので、頑張ります。頑張る、頑張るぜ、頑張るぜ。裏を返せば、ちょっとぐらい変なことを言っても、もう NG にしねえということになりますので、ちょっといろんな表現があるかと思いますが、その辺はご了承いただければという感じでございます。よろしくお願いします。はい。ではでは、Twitter でこんな質問をさせていただいておりました。質問を募集しておりました。次の動画は、YouTube 動画は、ギターの先生になるためにはどうしたらいいか、そんな話をしてみますと。で、そのテーマのついでに、そのテーマに付随して何か聞きたいことがあったら、リプライで質問を飛ばしてくださいと、動画の中でできるだけ拾います。なんていう質問を募集させていただきました。で、その中でですね、いろいろ募集が、質問があったんですけれども、5つの質問をご紹介させていただこうかなと思いますので、よかったら参考にしてみてくださいませ。そんな感じです。では、では早速参りましょう。1人目のご質問。滝沢さんのように音楽についての、音楽についての専門知識が必要ですか？また作曲等に慣れていた方が良いですか？というご質問です。もう一回。滝沢さんのように音楽についての専門知識が必要ですか？また作曲等に慣れていた方が良いですか？先生になるためにはこういったものが必要かどうかという質問でございます。1本目の動画で言っていたように、ニーズに応えるというのが、こっちの仕事ですからね。そういったニーズがないんだったならば、必要ないかもしれませんし、ニーズがあるんだったら必要かもしれません。でも、音楽についてのその専門知識、つまり音楽理論というのはね、基本的に必要不可欠なマストだと思うので、僕としては必要かなと思うんですけれども、その日は何とも言えないという感じです。逆に言うとあれですよね。この質問をしてくださった方がギターを習うとなったときに、いろんな先生を探すわけじゃないですか。で、いろんな先生を探して、その2人の先生に絞りましたと。1人の先生は、僕はもう音楽知識とっても豊富ですと。もう音楽理論に関してはもう任せてくださいと。で、作曲等もよくやっているので、作曲等に関して もういつでも質問を受け付けますという先生がいました。で、もう1人の先生は、めっちゃギター弾けるつもりだけれども、正直その理論とかは全然わからないし、その作曲とかもしたことがないと。もうそういったことを聞かれてもできないので、よろしくお願いします。なんていう先生がいたと。その時に、どっちの先生に習いたいかという話ですよね。どっちの先生に習いたいか。もしこの質問をしてくださった方が、この先生、音楽理論も知らないし、作曲もできないの、こんな先生が習いたくないって、もし思うんだったならば、おのずと答えは見えてきますよね。そんな感じで自問自答していけば、大体答えは出てくるかと思います。それが僕の答えです。2人目の質問いきます。専門学校や音大に行かないとギター講師は務まらないですかね。というご質問です。専門学校や音大に行かないとギター講師は務まらないですかねというご質問でございます。これ、ツイッターでいただきました。これ、僕に聞くかって感じですよね。俺にそれ言うかって感じですよね。これ、仮に僕が胸を張って、そうですね、専門学校や音大に行かないとギター講師は務まりませんなんつったら、これ、僕の存在はどうなってしまうんですかね。ちょっとそれはそれですげえ面白いなと思うんですけども、ね。そう僕が言ったらどうなっちゃうんですかね、僕自身はね。これもさっきの例えで言うとすると、ある先生は音大卒です。ある先生はその専門学校卒です。ある先生は音大も専門学校も行ってませんと。そういうパターンになったときに、どの先生が習いたいかという話でございます。で、もちろん僕はその専門学校も行ってないですし、音大も行ってないですし、誰かに習ったりとか、その教室に通ったりとか、スクールに通ったりすることも全くない人生でございます。なので、さっきの例でいくと、もうすごい3番目の人ですよね。で、これは、なんて言うんでしょう。別に僕はこれはこれでよしとしてるんです。なんでかっていうと、これが
僕の最大の強みだと思うんですよ。誰にも習ったことがないっていうのが。誰にも習ったことがないし、誰にも教えてもらったことがないので、その全てのことが自分のフィルターを通して理解したことになるわけです。本を読んだ、参考書を読んだ、何か教則本を読んだ、何か技術を習得した、それらは全て自分の言葉、自分の経験で噛み砕いて、自分のものとして頭の中にインプットをしているので、それが僕の中の一番の強みなわけですよ。ちょっと自分で言うのもなんですけども、YouTube にギターレッスン動画とか、こういう動画とか、その音楽理論の動画とかアップロードしている人ってすげえたくさんいるじゃないですか。で、その中で、まあ、ありがたいことに、僕の動画がもうダントツで人気なんですよ。ダントツで人気です。これ、なんでかって考えたことありますか？なんでだろうかって。僕はこれ実はもう分かってるんです。知ってるんです。これ、なんでかっていうと、さっき言ってたように、僕は誰にも教えられたことがないからなんですよ。専門知識とか、専門学校とかを使って、なんか難しい単語とかを使って理解したんじゃなくて、どんな本を見て、どんな参考書を見て勉強するにしても、必ず自分の言葉で噛み砕いて、自分の感覚で理解をしているからなんです。なので、皆さんにお話をするときも、必ず自分の噛み砕いた言葉で、自分なりの言葉でお話をしますし、専門用語とか難しい単語とか難しい表現とかをできるだけ使わないようにしているんです。でも、やっぱり専門学校に行ったことがある人とか、音大卒の人っていうのは、授業とかで専門用語、難しい表現を使ってインプットしているから、自分からアウトプットをしようとすると、やっぱりそういう表現になっちゃうんですよ。で、そこで何が起こるかっていうと、視聴者の方々は、この人何言ってるかわからない。この人の言ってることは難しい。なんか知らない単語が出てきた。ということで、離れていってしまうわけなんです。その点、僕自身は難しい単語とかを使わずに、理解をしていたので、皆さんに伝えるときも必ず自分の言葉で難しい表現をせずにお伝えしますし、もうそこがもう差だと自分では思っているような感じです。なので、僕にとっては、問題ってない。専門学校行ってない、誰にも教わってない、どこにもスクールにも通ってないっていうのは僕にとっては強みなので、これはこれでよしとしているような感じです。本当、物はいいよって感じですね。環境というのは利用したもん勝ちという例かと思います。そんな感じです。3つ目の質問いきます。ちょっとこれは人生相談に近いやつです。音楽系の仕事をしたいんですけど、どうしたらいいですかという人生相談に近いです。いきます。今のところの私の考えは、個人レッスンを受け、発表会に参加していって、人脈を広げ、基礎レベルを上げていた後に仕事をしながらギター講師になるための準備を本格的にして、講師の資格を取り、30歳までにはサポートでもよいから音楽の現場に転職するという考え方です。というご質問です。ちょっとまあ、ね、人生相談っぽい感じですよね。もう一回いきますね。長いので。今のところの私の考え方は、個人レッスンを受け、発表会に参加していって、人脈を広げ、基礎レベルを上げていた後に仕事をしながらギター講師になるための準備を本格的にして、講師の資格を取り、30歳までにはサポートでもよいから音楽の現場に転職するという考え方です。この考え方で大丈夫でしょうかと。この考え方で合っておりますでしょうかというような質問でした。とても辛辣なコメントを、ね、してしまうようで、すごく申し訳ないんですけれども、もう大丈夫か大丈夫ないかといったら、大丈夫か大丈夫じゃないかといったら、全然大丈夫じゃないです。ちょっと申し訳ないんですけども、ちょっと厳しいこと言うんですけども、全然大丈夫じゃないです。ちょっといろいろ突っ込みどころがあって、ちょっと申し訳ないんですけども、ちょっといろいろとお話しさせていただきますね。とりあえず、個人レッスンを受けというのは全然問題ないです。今もすでにレッスン通っていらっしゃるみたいなんですけども、どっかしらに通ったりとかして、レッスンを受けること自体は別に悪いことじゃないですし、いいと思います。ただ、その後に続く言葉、発表会に参加していって人脈を広げとあるんですけれども、この辺からちょっと大丈夫かなという感じがします。今、教室に通っているということは、ビジネスを展開している先生のもとにカスタマーとして、生徒として今、通っているわけですよね。で、その他にもこの先生のもとには、いろんな生徒さんがこうわーっと、いるわけです。生徒さんがわーっと。で、発表会というのは基本的にここの集いなわけじゃないですか。もしこれがもっと広い意味があって、もっとこの言葉にもっと広い意図があって、例えばこの発表会の時だけしか会えないようなドラムの先生とか、ベースの先生とか、ボーカルの先生とか、もしくはどこかのプロダクションの社長とか、どこかの事務所の社長とか、そういった方々がすごいたくさんいて、この人たちを含めた人脈という意味だったら、別に OK なんですけれども、もっとちっちゃい意味で、ここだけの発表会の人脈という意味でおっしゃっているんだったら結構危険かと思います。ここで別に人脈を広げること自体は別に悪いことではないんですけれども、ここで広がる人脈ってどう
ですかね。ここで人脈を広げるのでどうですかね。例えばですけれども、ここでその、ね、あの瀬戸さん同士とすごい仲良くなりましたと。で、この方がその独立をすることになりました。独立というか、ギターの先生をやることになりましたと。そのカスタマーからビジネス側に移るわけですね。で、この時に仲良くなったこの人たちにそのセールスをかけるのって、もうかなり筋違いですよね。その生徒さんからしてみても、え、この人何ってなりますし、この人、先生から見ても、こいつどうしたのって、なんかちょっと話違くねって感じになりますし、ここの中で人脈を広げて、ここでそのセールスをかけて仕事をしようって考えてるんだったら、かなり危ないかなと思います。なので、ちょっとどういうとかは分からないんですけれども、少し違う方向で考えた方が良いかと思います。で、その後にその基礎レベルを上げていた後に仕事をしながらギター講師になるための準備を本格的にして、講師の資格を取りとあるんですけれども、ちょっと僕もその、なんて言うんでしょうね、基礎レベルというのがちょっと分からないというのが一つですかね。基礎レベル。まあ、その基礎レベルというのはその、ね、楽譜の読み書きだったりとか、その楽譜の知識とかあったら、たぶん2ヶ月、3ヶ月で準備は完了するかと思います。で、仕事しながらギター講師になるための準備を本格的にしてというのも、まあ、いわゆるその場所借りのことだったりとか、その金銭管理のことだったりとか、もしくはその税理士さん の相談だったりとか、そういったことだったら、これはまあ2ヶ月、3ヶ月で終わるかと思います。ので、ちょっとこれは何ともって感じですね。で、講師の資格というのはないということは先ほどお話しさせていただきましたので、まあ、これは一つ置いておきまして。で、30歳までにはサポートでも良いから音楽の現場に転職するという考え方ですとあるんですけれども、これも結構ちょっと考えた方がいいと思います。というのも、その音楽の現場というのもすごい幅広いので、ちょっとこれも明確にした方がいいですね。そのプレイヤーとして、演者としてそのステージに立つにしても、そのバックバンドとしてやるのか、それともアーティストとしてやるのか、そのサポートメンバー、スタミとしてやるのか、いろいろあるわけじゃないですか。その中でも、そのどのポジション、どのジャンル、どの立ち位置を目指してやっていくのか、もう少し明確にしていた方が良いかと思います。もしかしたらその、ね、レコーディングのエンジニアとかかもしれませんし、PA とかそちらの方かもしれないし、アシスタントかもしれないですし、なんかいろんな可能性がありますので、もうちょっと絞った方が良いかと思います。で、30歳までにはサポートでも良いからとおっしゃっているんですけれども、やるなら今すぐの方がいいと思います。やるなら今すぐです。30歳、そうですね、仮に30歳からっていう可能性も考えているんだったら、30歳からは絶対やめた方がいいです。絶対やめた方がいいです。仕事が絶対ないです。なので、やるからには今すぐですね。今すぐです。例えばですけれども、いろんな場面でこういう話ありますよ。例えばですよ。例えばです。今、一環としてです。何かしらそのライブイベント、もしくはそのセミナーイベントとかで、そのクライアントがギター講師を探してましたとするじゃないですか。あるイベントでそのセミナーとか、ね、なんかそのレクチャーとかクリニックをやってほしいからギター講師を探しているというクライアントがいたとします。で、もしそのクライアントが探しているのがそこそこの人だった場合、会場も大きいし、同意も結構大きいぞと。なんで、講師としても そこそこ有名で、それなりに有名で、それなりに実力もあって、それなりに知名度もあって、それなりの人を探していると。となった場合、30歳から始めたんじゃ、もうそれなりの枠にはもう入れないわけなんですよ。例えばですけれども、あ、いや、ちょっとまあそれは置いといて。で、そうじゃなくて、このクライアントの人が会場もちっちゃいし、割とその規模と小さめだから、こんなしっかりした人じゃなくてもいい。なんか本当にもうね、その若い人とか駆け出しとかでも構わないので、そこそそれなりに弾ける人だったらいいと。で、ここだったら割といつでもその参入することができるわけです。でも、この中でその30歳の人が1人混じっていると、ちょっとこの人はなしだなと、もっと若いやつの方がいいという可能性もすごい高くなってくるわけなんですよね。年齢制限に引っかかるというわけじゃないんですけれども、やっぱりこういう場面で不利になってきます。かといって、この30歳の人はこっちにも入れないわけなんですよ。で、どこで仕事を取ってくるなということになってくるわけなんです。そうじゃなくて、今から始めて、若いうちの段階から、このクライアントとかと一緒に仕事をすることができて、まあ、信頼関係もできてきて、で、さらにこう、ね、仕事も広がっていったりとかすれば、うまい具合にこっち側に転がり込むことができるかもわからないですし、そんな感じで、早ければ早いほどいいです。早ければ早いほどいいです。そんな感じで、やるなら今すぐって感じですね。30歳からとかならば、本当確実にやめたいとか。いいと思います。確実にやめておいた方がいいです。そんな感じでございます。ちょっといろいろと辛辣なコメントを並べてしまいましたけれども、諦めろって言ってるわけじゃないですよ。諦めろって言ってるわけじゃないです。ちょっと言葉を悪くして言うと、考えが甘いっていう話です。ちょっともう少しブラッシュアップした方がいいです。考え方を。次の質問に行きます。1、2つあります。1、
安定して生活できるほどの収入が見込めるかというご質問でございます。これもまた、なんとも言えねえ。安定して生活できるほどの収入が見込めるかという話です。なんとも言えねえ。安定して生活できるほどの収入が見込めるか。うんうん。なんとも言えねえ。これあれなんですよ。その例えるならば、その僕が皆さんにこう聞くのと一緒なんです。僕が今からその海に釣りに行こうと思ってます。魚釣れると思いますか？どう思いますか？僕今からその海に行こうと思ってるんですけども、魚釣れると思いますって聞かれたらどう思います？え？ってなりますよね。いや、釣れるときは釣れるだろうし、釣れないときは釣れないだろうし。っていうか、滝沢さんどんくらい釣りすんのよって、まあ、そこから 話はそこからだっていう話になるじゃないですか。お恥ずかしながら私、釣りは人生の中で多分1回しかやったことがないので、どんなにいい器具を使っても、どんなにいい機材を揃えても、今から一人で海に行って魚を釣ることは限りなくゼロに近いと思います。限りなく 0% に近いと思います。そもそも使い方がわかんないですからね。でもその、ね、釣りに詳しい友達と、ね、一緒に海に行ったならば、まあ、もしかしたら 10% ぐらいはあるかもわかんないですけれども、まあ、基本的には限りなくゼロに近いでございます。でもそうじゃなくて、その僕自身が、ね、その釣りの勉強をしたりとか、機材を揃えたりとか、そのいろんなところで情報収集をするならば、もしかしたらその魚を、ね、どん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 、売るほどに釣れるかもわからない。けれども、蓋を開けてみなければわからない。まあ、つまり、やり方次第ということでございます。やり方が悪ければ魚は釣れないでしょうし、やり方がうまければ魚は売るほどバッカバッカ釣れるでしょう。そんな感じです。2つ目の質問。私自身、8年前、中3の頃から滝沢先生の動画を見ながらギターを習得していったので、そういう人が増えて、ネットや通信などに仕事を奪われていくのではないかというご質問。もう一回。私自身、中3の頃から滝沢先生の動画を見ながらギターを習得していたので、そういう人が増えて、ネットや通信などに仕事を奪われていくのではないかという話でございます。まあ、つまり、こういう YouTube とかの無料コンテンツがニーズを全部食っちゃうんじゃないかという話です。これ、後でいろいろお話をさせていただきますね。ちょっと後でお話しさせていただきます。最後の質問。すでに過去の動画で語られているかもしれませんが、滝沢先生が講師を目指した理由とかも聞いてみたいです。というご質問です。もう一回。すでに過去の動画で語られているかもしれませんが、滝沢先生が講師を目指した理由とかも聞いてみたいです。というご質問。多分動画の中で言った話をしないですね。そういう話は。多分しないと思います。で、講師を目指した理由というのはその、まあ、ぶっちゃけて言うと特にないです。というか、その目指してない。はい。目指してないです。よし、俺はギターの先生になるぞとか、よし、俺は講師になるぞって目指してこうなったわけではないので、特に理由とかがないという感じですね。なんか、なるべくしてなったというか、なんか自分ができることを突き詰めてたら気づいたらこうなったという感じです。自分にできることねえかなつって、ああしよう、こうしよう、どれしよう、あれしようってやってたら、まあ、こういう形になったっていうのが一番正しいです。なんで、まあ、強いて理由を言うならば、自分を突き詰めたらこうなったって感じですね。自分ができることを突き詰めたらこうなったという感じです。はい、そんな感じでございます。なんとなく参考になりましたでしょうか。で、まあ、さっきの質問にありましたとおり、その無料のコンテンツがね、そのニーズを全部食い潰しちゃうんじゃないかっていうのはね、その本当に昔からよく言われていることで、なんかこう難しいところですよね。なんだろう、そこちょっと難しいな。言葉選びにこう気をつけなきゃいけないな。ちょっとこの辺は。なんか下手すると NG テイクを出してしまいそうだ。言葉選びにこれ気をつけなければいけないな。どうしよう。何から話をしよう。まあ、さっきの話はあれですよね。その YouTube とかのメルマガとか、あのホームページとかの無料コンテンツが、何かこうね、ギターに対するその潜在的なニーズに、その応えすぎて、そのニーズが全部食ってしまって、その世の中からその仕事がなくなっちゃうんじゃないかっていうその心配なわけですよね。で結果的にというか、その僕の考えをそのバッと一言で言うとすると、なくならないと思います。絶対になくならないです。こういう YouTube の無料コンテンツとか、そのニーズを全部食い潰すということはまずありえないと思います。むしろニーズを生み出すと思います。それがもう現代の考え方になっていると思うんですけども、どうでしょうか。例えばですけども、なんだろうな、なんて言えばいいのかな、なんかそういう言葉選びは難しいところですね、これほんまにね。僕のチャンネルって今その13万人以上いるわけじゃないですか、チャンネル登録者さんが。まあ、YouTube っていうそのパイで見たらね、13万人なんて全然しょぼいですよ。もう、ね、100万人とか1000万人とかいるわけですからね、その中で13万人なんか全然もちっちゃい。けど、ギターレッスンのチャンネルっていうカテゴリーで言うとダントツでトップなわけです。再生回数の方も4000万回になるのかな、そろそろ4000万回。
なんで、まあ、その YouTube 上のギターチャンネルレッスン、ギターレッスンチャンネルとしてはもう最大規模です。桁違いに大きいです。で、これは僕の、その、なんて言うんでしょうね、その PR 活動の一環としてやっていることなので、まあ、その僕の狙いとしてはその、まあ、教室に来てほしいという、そういう PR をやっているわけなんですよ。で、これを良しと思わない人たちも、まあ、たくさんいるわけです、世の中には。世の中にはこれを良しと思わない人がたくさんいる。それは、まあ、いっぱいあるんですけれども、まあ、一番わかりやすいのがそのギター教室の方々ですかね、ギター講師の方々。僕と同じようにいろいろな場所でそのギター教室をやっている方々が、やっぱりこのコンテンツに対してなんかこう、なんかこうね、やっかむというか、疎ましく思うときも多々あると思います。まあ、平たく言うと、このチャンネルがあるせいで、うちに生徒が来ねえと。このチャンネルがあるせいで、うちの生徒が辞めてしまったと。そういった場面は多々あるかと思います。けど、逆にそのプラマイで見たときに減ってしまうところもあると思うんですけど、プラスの場面の方が全然多いと思うんですよ。プラスの場面の方が全然多い。例えば、どういうことかと言いますと、その10年前ぐらいまではギターは習うものっていう概念がないですよ。まあ、ないとは言わないですけども、少ないですよね。本当、ここ数年でギターは習うもの、習い事の一つとしてギターが定着したというのは僕はすごい感じるんですけども、それまでギターはたくさん弾いてるけれども、ギターは趣味でも、ね、楽しく楽しくすごい弾いてるけれども、ギターを習うという考え方を持ってないお客さん、つまり生徒さん、潜在的な生徒さんがたくさんいたわけです。で、その人たちがいろいろこうネットを見て、YouTube を見ているときに、その僕のレッスンチャンネルを見つけたと。あ、なるほどね、こういう先生もいるのかと。こういうギターの先生を習うってこういうことなのねと。で、あ、ギターを習うってちょっと面白いなと思って、そのギターを習うということに対してその興味を持つわけですよ。今までそのギターを習うという考え方を持ってなかった人が、その考え方を持つことによって、新しいお客さんになっているわけなんです。わかりますか？で、ありがたいことにその YouTube はその、ね、本当に全国どこでも見れるから、その本当に全国にこういう方々がいらっしゃるわけです。で、その正直、なんて言うんでしょう、その僕のターゲットっていうとあれなんですけれども、その僕にリーチできる人っていうのは本当にもう一部なわけですよ。平たく言えば神奈川県にアクセスできる人だけがその僕 のターゲットになっているわけなんです。本当にもうその東北の方とか九州の方とか四国の方とかに関しては、まあ、来ようと思えば来れると思うんですけれども、まあ、来ないですよね、まず。まず来ないですよね。で、そういう方々がさどうするかっていうと、あ、ギター教室に通うっていうのもあるんだな、竹田さんちょっと調べてみようかな、あ、神奈川遠いな、神奈川行けねえな、でもなんかうちの近くにそういうギター教室ねえかなっつって、ホームページで調べたりとかして、その潜在的なカスタマーがそれぞれの この教室に行ったりとかするってことは全然あり得ると思うんです。なので、言葉では言わないかもしれないですけれども、YouTube で僕のコンテンツを見て、ギターを習うという概念を得て、教室に来ましたっていう人はすごく多いと思います。本当にもう減った数以上にそれが多いと思います。で、少なからずあるであろう問題として、もともとこの教室に習ってたんだけれども、この YouTube のチャンネルを見たことによって、もうこの先生に習わなくてもよくね、こっちのレッスンチャンネル無料で見れるし、いろいろ教えてくれるし、この先生に習わなくてもいいでしょっつって辞めちゃう人も、まあ、少なからずいると思うんです。でもこれ、実際にある問題だと思うんですけれども、実際にあるケースだと思うんですけれども、その時にまあちょっとね、この方は僕のチャンネルをすごい嫌がるというか、やっかむというか、もうこんなチャンネルがあるせいでって思うかもしれませんが、ちょっと僕目線で言うと、その、こんな一個人が、もう若造っすよ。僕が当時始めたので、25歳とかそのぐらいですよ。25歳の若造とかがね、ちょっとこうね、PR の一環でこの始めたような、このインターネットコンテンツに負けてしまうようなレッスンしかしてこなかった。だってことを自覚してほしいですね、この方には。で、その生徒さんはね、この方にずっとこう習ってたわけなんですけども、そんだけのレッスン、なんていうんですかね、そのレッスンの内容を提供できなかったんだってことをちょっと認識していただきたいです。こんな若造が始めたね、その PR の一環のコンテンツに、もう会ったこともないですよ、お互いに。僕は会ったことがないです。でもそんな人に負けてしまうぐらいに、そのサービスは良くなかったんだってことをちょっと自覚してほしいなと、僕はこう思います。ちょっと僕を責めるんではなくて。そんな感じです。他にもそうですね、音楽教室もそうですし、あとそのギター教則の出版とかもそうですかね、ギターの教則本の出版会社さんとか。他にもギター教室の楽器屋さんとかもそうかもしれないですね。でも、なんて言うんでしょう、その、
結果的にその辺もそのニーズを増やしていると思うんです。その出版社とかから見たらね、その教則本の出版社とか見たらね、これがあるせいで本は売れないというふうになるかもしれないんですけども、そんなことはないと思うんです。また別の側面から見てみますと、そのギターに興味があって昔から弾いてみたいけど、まだなかなか手が出せねえっていうその、ね、ニーズがたくさんあるわけなんですよね。ギターに興味があるけどなかなか手が出せねえ。で、僕の配信している動画の一つで、見たらギターが欲しくなる動画っていうのがあるんですよ。見たらギターが欲しくなる動画。まあ、本当に動画の内容としては別に大したことなくて、ね、僕はこう楽しくギターを弾いているだけなんですけれども、ギターって楽しいぜなんて言っているだけなんですけれども。で、ありがたいことにそこそこの再生回数になって、で、ありがたいことに本当にあの動画を見てギターを買っちゃった人がすごいたくさんいるんです。僕としてはしてやったりなんですけれども、してやったりって感じなんですけど、まあ、嬉しいですね、単純に。すごく嬉しいです。で、まあ、そういう方、ギターに興味を持ってたけれども、ギターを持ってなかった方が、この動画を見たことによって、楽器を実際に買うことになったと。ギターを買うことになった。もうそのギターを買う時点で、やっぱその楽器屋さんに対してその貢献できていると思いますし、このそれぞれの方々が、一人ではなかなかうまくいかないなって、その教則本を買うつ、行動を起こした場合には、それはそれでまた貢献になっていますし、それぞれの方々が、あ、やっぱ一人でやるのは難しいわ、教わらなきゃ無理だわっつって、ギター教室に通うというのが一つの貢献になりますし、表面的なところだけ見えると、確かに僕のやっていることは、その業界を潰してしまうことにならないんですけどね、ならないんですけどね、まあ、そういうふうに見られてしまうかもわからないです。けど、長期的に見ると、そのニーズをひたすら増やし続けていると思うんですよ。なので、そうですね、もう本当に僕は自信を持ってその楽器業界にめちゃめちゃ貢献をしていると。ギター教室とかもそうですし、楽器業界もそうですし、その出版業界とかもそうですし、もう音楽に関するすべての業界に対して僕はめちゃめちゃ大きく貢献をしていると、自負しています。なんで別にこのコンテンツに対してその悪口言われるのは別にその全然気にしないですけれども、なんかこう、うがった見方をされて、これがあるせいでこれがうまくいかないっていう見方をされると、ちょっと、心外です。それをうまく活用して、なんかこうね、自分ご自身 の仕事に結びつけてほしいんですけれども、まあまあ、ちょっと話はいろいろそれましたけれども、僕自身はその今やっているこの YouTube の動画配信っていうのは、もう本当に僕、なんて言うんだろうな、その、自分のためだけにやっているように見えるかもしれないですけど、そんなこともねえと思うんですよ。そんなこともねえです。というか、まあ、自分自身のためだけにやってたら、こんなの速攻で飽きますよ。普通にもう1年、2年で飽きます。こんなの何年もやってらんないです。そんな感じで、まあそんな信念を持ってやっているということでございました。で、最後に一つ言わせていただきたいことが一つある。この動画をご覧いただいている方々の中で、どのくらいの数が本気でギターの先生になりたくて、本気でギターの講師になりたくて、本気で今から授業をやろうとしているのかはわかりませんけれども、どのくらいの数がそのくらい本気なのかはちょっとわかりません。けれども、何かこう、新しい授業とか、新しい教室とかを始めるときに、すごい大事にしてほしいことがあるんです。皆さんに大事にしてほしいことが最後に一つあります。それは、言葉で言うとすごくシンプル。なぜ？ということです。なぜそれをやるのか、何のためにそれをやるのかということです。これがその単純に仕事だからお金のためだよなんていう話をした人は、ちょっとこれはね、お門違いという感じです。お金はこの結局その結果なんですよ。その結果なんです。別にこれ目的じゃないです。なんでかっていうと、そのお金を稼ぐのが目的でギター教室を開くなんて、もうなんてビジネスセンスのねえ話なんだろうって思いませんか。お金を稼ぐのが目的で音楽関係をやるっていう人は、まあ、相当に世間知らずなんだなと思います。僕が仮にそのお金のために、100% お金のために何か仕事をするんだったならば、まあ、間違いなく金融やりますね。間違いなく金融やります。お金がお金を生み出すあの世界を必ずやると思います。けど、僕は別にお金のためにやってるわけじゃないんです。そのなぜ、僕の目的があって、まあ、こういう YouTube 動画とかメルマガとか、ギター教室とかライブ活動とかをやってるわけなんですけども、で、僕にとってこのなぜっていうのは、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、YouTube に関してはその単純にギターをみんなに弾いてほしいというすごいシンプルな願いです。ギターってやっぱすごい楽しいし面白いですよ。僕も今でもすごい好きですし、まあ、これから一生飽きることもないと思います。こんぐらい面白い楽器なんかもうね、楽器があるんだからもうみんなやってほしいと。もうみんなやってくれと。もうとにかくもうやってくれと。で、困ったことがあったら、俺が助けるから、もう本当に夢中になってくれよと。もうその助ける方法が、まあ、実際教室に来てくれたりする
ことでもいいですし、YouTube の その動画とかもあの、ね、見るだけでもいいです。ブログ見るだけでもいいです。メルマガ見るだけでもいいです。もうどんな形でもいいんで、もう俺がもうたくさん助ける方法をこっちからも発信するから、もうみんなギターに夢中になってくれっていう思いがもうほぼ 100% なんです。で、そのなぜがあった上で、その YouTube があって、メルマガがあって、そのホームページがあって、その仕事があって、レッスンがあってみたいな感じになるわけなんですけれども、やっぱこのね、中心のこのコアの部分がないと、どん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 自分がぶれてしまうので、もし皆さんも何か新しいことを始めることがあったならば、このなぜの部分、何のためにやっているのかっていうのを、しっかりと心に据えて、活動していただけるとすごく嬉しいなという感じでございます。そんな感じでしょうか。なんかこの動画も。すごいね。なんかやっぱりこの内容的にこの、ね、簡単に終わらすことができない感じなんですかね。なんかすごい色々熱く語ってしまいましたね。なんとなく参考になるところありましたでしょうか。そうですね。この辺の話、ちょっとまあ、参考文献というか、その参考にさせていただいた話としては、1本目の動画で言ってたのはベンジャミン・ザンダー。の話ですね。あれは TED.com というカンファレンスの大会みたいなのがあるんですけども、カンファレンスで話したことです。ベンジャミン・ザンダーで調べると、普通にその TED が出てくるので、ぜひ見てみてくださいませ。このなぜという話に関しては、そのサイモン・シネックさんの話が元になっております。サイモン・シネックさんの優れたリーダーは、なんか、優れたリーダーはなぜインスパイアされるのかみたいな、なんかそんな感じのタイトルなんですけども、サイモン・シネックさんです。ゴールデンサークルという考え方があるんですけど、まあ、それです。で、その手前 の、その無料がそのニーズを生み出すという話に関しては、ちょっと古い書籍なんですけれども、フリーっていう本があるんです。フリー。ちょっと難しい言葉でね、わーっと書いてある、そのね、マーケティングの本になるんですけれども、ちょっと読んでみると、あ、なるほどなとなると思いますね。興味があったら読んでみると良いかと思います。何年だろう ?2007 年とかそのぐらいかな、もっと前かな。まあ、今からも10年以上前の、ちょっと古い本なんですけれども、今読んでみれば確かに当然というか、その分かるようなことを、当時はこれは画期的だということで、いろいろ紹介してくれてるんですよ。なかなか面白い本ですし、今でも十分通用する話がたくさん入っていると思いますので、もう興味があったらその辺も読んでみると、面白いかもしれません。そんな感じでございます。いろいろ参考になるところがあれば嬉しいんですけれども、どうでしたでしょうか。それでは、全体的にめちゃめちゃ長い動画になりましたけれども、参考になるところがあれば何よりでございます。また違う動画でお出しましょう。私は、とりあえずの、コンビニに行って喉飴を買ってこようかなと思います。それではまた違う動画でお出しましょう。さよなら。